の寄りを遅くします。設置まではスムーズにいきましたね。ファーストキルはバース、右クリックでメデューサを仕留めていきました。あ、エルボー取りに行く。トレイルブレイザーで詰めていきました。エルボーです。バースここまでいる。黒すごいジャンプだ。ネスここで1自己間、これによって3対4です。いや、エルボー取られてるのきついですね。ハケジェイがラズを回復させていきます。3対4の取り返し、中はゼファーが取っています。このスモークの向き合いはどうだ。ゼファーが最初に入れていく。タケジェ、そしてラズとキルを取っていく。ファーストラウンドはアブソリュートディフター。オキシックスクリーンが使っている。今どうするか。抑揚設置、タケジェは前に出る。設置完了。抑揚設置です。ショートからは黒。3対4の取り返し、しかも裏も来てるんですよね。まずはインセンディアリーで足止め、時間をかけたくない。浴場にも入れません。データが来るぞ。ネスはどうだ。ブラストパック1つ目、バーストカバー。残り1名。いや、裏取り間に合った。ラストワンオンツー、上にはレイター。おおおお、ワンダそこを封じたい。あー、取れなかった。オブ、いやー、取れなかったですね。そして浴場にもフラッシュが来ています。この辺りも甘えません。ペイント弾で削っていきます。ゼファーも取れれば。そうなんですよね、取りたかったところではあったんですけど、取らせてもらえず体力削れたので、ちょっとブレードストームでの逆転狙いというのは難しくなったと思いますよ。このオーブのしっかり管理というのもジュピター丁寧にしています。そうですね、なんなら取ってくるだろうということを割と予測してますよね。しかもシャワーもそうです。まだまだロングで我慢をしているアブソリュートジュピター。いやー、時間使いますね。そしてトキシックスクリーンを使いながらの B 展開になりそうです。打ち合いが始まりました。マンチキンのキルからのスタート。まあ、ロングでワンキル取っているのは大きいでしょう。ここはタケジェのカバーです。ロングスリーが分かりました。ここで切らせたというのは悪くはないんですけど、ブラストパックで足止め、フラッシュは返しています。ここでの熱はどうだ。かなり削りはした。後ろ回りを2人目はまだあるぞ。最後はラズのキルとなりました。設置完了で分かりましたね。いるのは分かりましたね。さあ2個目、それと合わせて浴場と A ショートで挟んでいきます。ただ浴場はまだ取れていません。メスが浴場を取っていることで、しっかりここオービタルストライク打っていく。ワープで逃げていく。おーおーおー、スパイクドロップパーフェクトです。窓が早めに展開、ロングは後付け、スネークワイトも入れつつの展開です。手前クリア、レータバースクロート3キル取って5対2。いや、本当シーカーを無駄なく使ってきますね。生かしてきますね。ネスのオペレーターは有効活用できず、このラウンドもジュピターのものになります。セーブですよね。さすがに本来シーカーって相手の位置がまあちょっと分かったところでっていう直接的な攻撃にはなり得ないので難しいんですけど、はい、いや、このジュピタークラスになるとシーカーで相手の位置が形を作っていくジュピターに対してはこういった出鼻をくじくプレーが必要になります。バーストが落ちました。これで木薬いません。本来あのポジションはね、ジェットを使ってる時によく入るのですが、お、下がったと読んでラズが入る。ラズクローが入ってきました。ラップ獲得。急にこういったプレイするんですね。スネークバイトと合わせてトキシックスクリーンを使っていきます。浴場は取られているアブソリュートジュピター。クレイジーラ君、ここにはメデューサトリプルにいます。下がるしかありませんね。これ次のトキシックスクリーンをまず発動させないと味方が前に行けないが、あっ、いい角度で見ていたらラズの資金見えています。あと10秒、残り1名、ワンキル獲得。 B でキャリアダウン、しっかり知ってますね。アケジェは強気で見ています。横からメデューサのキルとなりました。これで5対2。アルティメット対中に抜かれる可能性もあるので、ハンターズフューリーでランプへのプレッシャー。あ、そしてポイントですね。トリプル A のプレッシャーですか。あと30秒、うん、そうですね。そしてトリプルランプ A の攻防はどうでしょう。
いやーこれ設置が難しくなってきましたね。一旦足止め、そしてハンターとフューリーの返し。やはり設置がいけないですね。一時交換設置はできていません。時間がありません。デファーは時間を稼ぐ。上を取りました。強引に設置してくるぞ。見えます。一時交換、時間ない。2オン1、残り2秒。落とし切りたいクレイジーラ君、うん、メデューサのカバスですから。シーカーを放って、そして回復。バースがワンキル取って4対4まで持っていきました、うん、パンチキンの抜き。そして中ではリオンとバースの1位交換、これで3対2です。マンチキン時間稼ぎできるか。これで2対2。取り返しはどうでしょうか。後ろからロングからネスが現れます。タイミング難しいぞこれ。ゴールできた。ロックしているネスと、やはりこうワンピック狙いしたいところなんですけどね。今回2オペレーター運用。そうですね、先ほどもそうでしたけど AB 両運用です。おっとすれ違ったぞ。ここマンチキンのカバーです。デファーに負担がかかったところはマンチキン。これがチームワーク。クレイジーラック乗ってきた。最後はメデューサのカバー。これで5対5並びました。うわすれ違ってる。これすれ違った。そしてメデューサがキルを取って、これは帰ったという判断になりそうです。そうなりますけど、ちょっとフッカーが見れてないのでこれ時間がありますよ。セットアップだ。ただネスがそこを抑えるようにショーストッパー、角度を変えてのオペレーター。一周移った。オービタルストライクを打つもののネスは避けています。十分削りましたね。ネス強気だ。おー、判断がいい。どうだレーター。設置はできているから見えています。見えてるー。4キル素晴らしい。今の見ました。展開を変えた。オービタルストライクの中突っ込んでいきましたよ。最後メデューサは前に出る。ジュピター相手には情報収集が必要だ。おお、かけるのか。さあこれで A いないことが分かりましたよ。ただ B ロングにはゼファーのオペレーターです。当てた。当てます。足です。上からゼファー。 B でキャリアダウン。それは打てません。かなり削れてますね。え、マンチキン、マンチキンも3オペレーターじゃん。ちょっとやりすぎでは。ただその間に竹勢がゼファーを落としてハムした。手前にいる。流れはジュピターか。リオンの体力がない。入っていく。ワンオンツーです。設置するしかない。ハンターのフューリー入って7対噛み合うぞ。うわアラブだ、アラブだ、バイトのアラブだ。スタートした。2キル獲得。クレイジーラクランダムじゃないミスですね。逆に3キル取り返していくジュピター。これはメディーサきついですよ。おお、抜いた。ネスが重要。ショックダウス。最後はバースが落としていきました。これで6対7。復活いるの分かってますもんね。ディフェンダーサイドにはワイヤーがあります。そして復活からメインへの回り込みはゼファーがしっかりとケアしていますよ。ワイヤー切りました。ディフェンダーサイドからのエントリーです。そして復活との挟み、後ろを警戒しました。スネークバイト2個打ってある程度移動の制限をかけます。いやいや時間がなくなってきました。降りてくるところを狙っていくクレイジーラ君、8対7。なんかこう面白い構図でしたね。そうですね。リングライトを使いながらオーブ取りに行く動きを非常に見せてたんですけど、対策してる。はい、これ飛び出した。ここはショートでの打ち合い。逃げられないぞ。ハンターズフューリーの返し。そしてショートストッパー、メデューサと合わせてネスが倒します。ラズが落ちました。ただバースは強気でピーク。いやーオービタルストライクありますからね。スパイク落ちました。設置音聞いてオービタルストライクの準備ですね。これはヘブン2の形。そしてショートのハサミ。しかも裏も来てます。狙っています。設置、ね、上から来るぞ。避けていきます。残り30秒。ワープというチョイスも一つあります。設置した瞬間ショートが顔を出すでしょう。おお当たりました。設置もできた。スティンビーコンの効果はありません。裏もケアできてる。ネスが止めた。残り1名。ワンオンワン。バースバーサスネス。
スティンビーコン、体力はバースの方が有利ですよ。解除フェイク、この角度がデスだ。このラウンド4から追加で来るバッキー、なんとか4が抑えた、当たってる、スパイク落ちた。そしてパーティータイム、スパイクドロップからどうする、クレイジーラ君、残り30秒、2オン3です。マジで抜いた、分かっていたのか。ニューラルセット、そうですね、スパイクは回収できるが、しかし時間はない、時間がない、そうですね、 B 行ってる時間はありません。ヘブンからの川、時間がない、クレイジーラ君、アブソリュートジェプタースリフティーなるか。いやー、これはもう設置間に合いませんね。スリフティー、ここでのスリフティー、いやー、お見事でした。よくあるのは面白い場所に来ましたね。ただレータはそこをしっかり抑えました。甘えません。ラズも決め打ち、ラズここも決め打ち、下がるところが見えています。削りましたね。もうアルティメットは溜まってますから、ただチャンスはあるのか。いやー、さすがにここはショックだぞ。どこまで行く、浴場制圧、ネスはどうする、ヘブンに打つのか、ロケットを構えているが見えた、おー、当たらなかった、手前でしたね。5対4です、あ、5対3ですね。そうですね、人数有利は取れてます。後ろでマンチキンが構えています。5対2。あ、まあ、あ、トキシックスクリーンは少なくとも、シャワー側でスイングライトが飛んできたことによって B 側の可能性が高いと。アケジェ得意なポジション立ち返っていく、マンチキンです、カバーが入りました、抜きましたよ。ただシフトです、ラズの位置も分かっているマンチキン、スパイクはドロップしています。このタイミング、ラズはこの位置、いやラズ次第、しかしリオンのカバーだがこの位置、ただ銃口がもしかしたら見えるかもしれません。おこのタイミングバース、ここで左側を見ますか。ゼファーのエントリー、これは痛い、これは体力1、ゼファー助からないぞ。さあ8番気を巻いたゼファー、うん、無理やり、うわさすがにこれは難しかった、ハンサムフューリーです。やっとここでエイタのハンサムフューリー打てました。2対3、これネス重要ですね。ネスのポイント、この位置からもしかしたらショーストッパーが刺さるかもしれません。そこで甘えずドローンです。うん、設置はどうするか、設置フェイク、タイミング難しいですね。ここどっと狙った、狙った、ワープだ、ワープだ、どうなるか、切った、うわー、でもちゃんと打った、こぎつけたかなと。よくネスマースコショーストッパー切りました。やはりこうアブソリュートジュピターとしてはアビリティで戦いたいというところが多いのか、その隙を結構刺さってしまっているような。おお、返した、オペレーターが消えました。11交換ではアタッカーサイドの方が有利ですよ。ヘブンと飛んだ、リオン飛び切った、いやでも見てますよ、クローがタケシェン見てる、どうする、リオン、この打ち合いはリオン取った、たたら4対3、クローがいるんです。クローの位置もバレました。ブラストパックピーク強い、しかしカバーが入った、マッチ2対2、セフト、最後はラズ、時間がない、使ったバイパーズミット、角での解除、どうだ、ペイントまで飛んでくる、浮いてくる、てくる、クレイジーラック、よくセンター割り B という戦術を採用してきています。見えました、マッチキン2キル、当たってる、ここではクレイジーラ君のエリアです。スパイク落ちた、鳥かご絶対に取らせない、ラズいったが最後はゼファーです。いきません、 A3 の配置を継続、ダークカバーまで入れました。ちょっと怖いですね、ゼファーはやはり武器を温存しているので固めれてはいますけど、ネスに結構比重が、
さあデファーのカバーです。3人抜いた。ゴーストネスも入っていきます。ジオージュピター読めてるか。しかしおお対応した、対応できました。ただマンチキン今日もこんな動きがありました。リジェクト戦でも見せた。あここでもマンチキンも横を向いてましたね。今帰れ。さあここではタケジェ2 on 5の状況を作り出しました。レジラ君の守り方は非常にいいものがあったんですけれども、それでもちょっとタイミングとズレが生じました。あと30秒。レイタが残ってて、レイタに今足音聞かれてるんですよね。なんならカメラまで。残り1名。うん、パーフェクトラウンドです。で、ビーバーサミンになりそうですね。絶対ですね。外した。当てる。おお、覗いてないぞ。うん、取り返した。これでカバーが間に合いません。うまく落としました。中ではマンチキン、ワイヤー引っかかってマンチキンの位置もバレます。マンチキン時間かかってる。時間的だ。これ間に合わない、間に合わない、間に合わないぞ。間に合うか。無理やり間に合う。いや出るか。間に合った。打っていきます。マンチキン1人目割っていく。ニューラルセット入り。カバーが入った。メデューサ対策バッチシ。いや対策ですね。まさにここだ。 100% 対策できました。そうですね。これは昨日やらなかった動きではあります。背中見ると、わお、センターではメデューサ。クレイジーラクーンのペースになっています。クレイジーラクーンも優秀なコーチアナリストがね、しっかりとこうというのは当たり前ですけれども、まさかいるとはと。うわ、ここはレイタのファーストキルから。しかしそれでも高めに見ているゼファー。リオンが出ていきます。ハンターズフューリーをメデューサが入れていきます。当たってる。一発当たっています。2発目は当たらず。レイタがその間にゼファーを倒して、エントリーは A 側。これは大きいですね。さあ取り返しはリオンとマンチキン。1人目、いやここで避けてる。ニチキン A でキャリアダウン。今回も3チキンになるか。残り1名。ワンワンです。近づけます。バイクを見てる。キャリアレーター。心配ない。クラッチ4キルか。タワリは強いぞ。センターでの勝負、リオンが勝った。裏取りはしっかり止めている。クレイジーラ君離婚のタイミングで狙われてる。さあバースが粘れるかどうか。バレてる。バース味方を待ちますね。これはボートハウスでどれだけ耐えられるか。バース、うん、ここはマンチキンの取り返し。ここではいません。音がしました。1人離婚に移った敵を抜きました。いやーゼファーシュシュシュッ特取り。第2名。そしてボートハウスワープ。ああメデューサ見ている。見てない。これがメデューサの目だ。これはいやキッドさ。スモーク役がいなくなった。ラズの裏取り。しかしマンチキのカバーレーターがゼファーが返す。最後ゼファーだ。前半10対2ここができて、しかもネスをそのまま裏取り要員に切り替えさせましたが、センターはネスの裏取り。いやでもこのセンターネスのポジションがあるからこそ、これはネスの策略だ。分かっているネス、何度も戦ってきた。センター裏取りはどうだ。キャットではバースト2キル刺さってる。センターではネスの1キル。足止めはできています。ここではリオン体が入れ替わった。レーサーとは2 on 3です。ただ勝ってるぞ。これ体力は削れてますけど、スローブ。そして壁を立てた。確実に解除を成功させるための壁です。竹勢の壁、なんとか3本目。やはりアフターショックを入れていきます。マンチキンのバッキーです。いやかなりポジショニングは強いですよ。裏ないですし、ブラストパックが邪魔で仕方ありません。2個目フラッシュとともに入っていきたい。さあだいぶ時間使ってますね。入っていく。ネスの右クリック、クローがヘブンからスペクターでワンキル取って、2対3。そしてワンオンスリー。おー、フリフティエコラウンドで取りました。もうゼファーが生き生きとしている。制されないこと。入っていく。ワンキル獲得。
ただこれで B2 見えましたよ。そうですね、それでも行くか。レイさんはオーディンで2キル、そしてラズがキルを取って、人数取れてるぞ。ラストワンメデューサです。うん、最後はクローのキルとなりました。アブソリュートジェクター、さすがの B 塊。し続けることさえできれば全然ここからでも取り返すチャンスはあると思うんですけど、道のりがあまりにも長すぎますね。フレジラ君ハンターのフューリー狙われた。一発、二発目メデューサー。オーディンは足が重いか。うわ、そしてマンチキン、ここまで出ている。カメラも壊せた。完全にセンチネルではありません、デュエリストです。いや、厄介なのはここです。竹地なんとか耐えた、上がった。あとワンキル取れば蘇生が上がります。どうだ、ラズ決め打ち。しかしマンチキン、ね、タイミングをずらしていきました。壁を使って奪ってる。しかしこれはメデューサのオーディン、絶体絶命。ワンオンスリースパイクを設置。いや、しかもこの壁は壊れた、上に乗った。この抜きはどうだ、抜いていく。一人目苦しいのは変わらないですが、パラノイアも一応あります。ワンオンツー、問題はマンチキンのポジションですかね。最後はマンチキン4ダーン。静かになった。手前はダーン。いやー、強いな本当に。ショーティー2発で2キル。そしてラズも後ろから襲いかかってくる。完璧な展開です。中でのある意味の取り返し見えました。パーフェクトラウンド、レイタの4というところに気づいてなさそうですね。後ろからレイタ、設置までいけません。うん、こうなると設置難しいですね。ラズも入っていく。ラストはリオンです。ショックダーツのダメージも入っています。うん、最後はラズ丁寧の取り返しですね。スパイク設置させませんでした。しっかりとレイターがもうこれでできたんじゃないですかね。前に出てくる。お、ただ一時交換です。一時交換十分じゃないですか。パラノイアで何も見えません。お互いのパラノイアが入りました。うん、ペイント弾でうまく処理しました。その間にマンチキン、センターを出ていたレイタまで落とし、お、これはここで武器回収です。回復もできるし、武器回収できるんであればかなり。ただ自己ヒールだとおそらく55あたりまでしか回復できません。そうですね、タケジェも自己ヒールだとこの体力です。残り1、リオンが見ています。そこまで行きますか。リオン狩りに行きましたね。あのポジションに前に出た方が自分としては打ち合いやすいっていうところなんですかね。このラウンドはこれ以上削られてしまうとシエラとしては次のラウンドきつくなりますが、悪夢は終わり。狩りに行きました。中に入らせて、設置位置が強いので、うん、壁があるからというところですよね。そうですね。でもちろんその壁があって解除されてしまうのはクレイジーラクーンは前日やられています。はい、そしてハンターズフューリーもありません。カメラが破壊され、カメラが破壊され、手前がバレました。一旦ペイント弾で足止め、うん、これでガレージを封じましたね。降りれないとの判断。そして熱が寄ってくる。おお、これは面白い。熱が倒されました。そしてリオンは中でブラストバック。いや、ただこれ解除止められないでしょ。壁が硬い。いや、やはり縦壁か。縦壁の解除です。確かに少し動きが、ハンターズフューリーと合わせての爪ですが、ジェファーが2キル取った。どこだ、キルカメラがないぞ。なるほど、ガレージ前から出てきてセンターダブルキルですね、うん、かなり距離があります。いや、リオンめちゃくちゃポジション取れる。いやー、背中取った。え、リオンどこまで行く。残り1、ここまで深く行きました。うん、オペレーター武器を持ち替えてのリテイク。この打ち合いがメデューサ、レファーは面白い位置まで上がっています。2人目まで落としきれない。しかし対応が早いですね。これで3対2、ニューラルセフト入りで位置がバレました。ロング側、うん、クレイジーラクーンの配置は割とディフェンダーサイドに寄っています。そうですね、相手の姿見えてますからね。レイター送った。さあ、ラストはヘブンです。うーん、対応した。マンチキンのニューラルセフトである程度相手の位置が分かった時点での配置取り。ベル上を取りました。真下にもいるぞ。
まさにいる。撃ち落とした。敵の一人だ。リオンが毎回裏取り。武器を取りましたけれども。ここにはパラノイア、タケジェ受けました。最後リオンが取って4対4。追いつきました。リオンが本当にここ、先頭はマンチン選手、これさあ中入れてるぞ。1人目うますぎる。さあ壁を使って上は取りません。あくまで角度を変えるような形。しかしペイント弾でずらされます。竹J の体力がかなり少ないですね。最後の1人だ。竹J まで潰された。1バレてましたからね。第5の構図ですかね、人数状況。さあ設置完了。4対3ですね。あ、4対3ですね、失礼しました。ヘブンから2の取り返し、ディフェンダーサイドからはラズ、アブソリュートジュピター、ショーストッパー上から、そしてゼファー前に避けた。そしていい、ね、その間にクロが両を倒してカバーソーブはどうだ。1バレてる。1がバレた。バースを落として7対4。いや、打ち合いに重きを置いた戦い方になります。アブソリュートジュピター。ファーストキルはマンチキンオペレーター。オペレーターマジか。そしてハンターブフューリー、いいポジション。その間にラズがブルーボットに、そしてリオンが入っていく。ここも強気だ。ここもなんですよね。リオンが本当相手のこう心を破壊しにいってるような、そんな動きですよね。そして全員が C 側に流れていきます。ハンターズフューリーもある、ニューラルセットもある。どこにいるか分かった瞬間レータが出てくる。これでなんとか逆転の可能性を見出したが、2-4。しかしリオンがそこをしっかり潰していきます。倒されましたけど、ワンオンスリーアルティメットもない。ペイントランもワンキル取らないと上がらない。ブラストパックのみ。そしてこの2段構え、なんならオーディンもいる。なんなら3段まで考えられますね。ピク待っています。そうですね、ゼファーメデューサね、考えられるでしょう。手前にショーティーメデューサ、やられたことをやり返す。クローのカバー、上にはゼファーが待っている。スパイクドロップ、いやー裏そこに落ちたのか、そこに落ちたのか。潰しにかかるしかない。パラノイアも打ちました。なんとかクローが打開する。いや対応できてますよこれ。そしてバースも氷の隙間から、しかしゼファーです。2オンスリー、1オンスリー。頭1個見えた。1バレた。クラッチキング、あと30秒。状況が削られていく。クラッチキング、ラフ1人目、あと一発圏内なんですよね。最後はマンチキン9対4。あのスパイク何を見せるか。スロー手前に控えていましたリオン。ペイントダウンをほぼ無視するリオン。リオン大丈夫か。体力が2です。スパイク落ちてしまいましたね。強気に出ていくクレイジーラクーン。ネスがキルを取って、ここでもブリックからゼファー、メデューサも抜いていきます。あー、やはりラズはラークをして A 中に入っていたので、ね、リオンのカバーです。ステージ丁寧にクリアしていきます。丁寧ですね。何よりもあのアセンドの時もそうですけど、リオンのラークも怖いですからね。そうですね。いやーネスがある種オフアングルですけど、一時効果ならまだ。タケジェのスローブがディフェンダーサイドに入ります。リオンメデューサと2キル取って2対2です。いやースパイクをした。2対2、パラノイアが入る。メデューサはなんとか後ろで時間稼ぎ。スパイクはドロップ、残り23秒。 いいタイミングのリコンですね。直接入っていくメデューサが止める。しっかりと進めていく。11対5。あのリコン完璧すぎでしょう。あるここを対応できるかどうか。ゼファーが待っている。続ける続ける、逃げた。素晴らしい、素晴らしいコントロール。なんだ今の逃げ方。いや、あのバクステは読めません。後ろに使うって結構難しいですからね。難しいです。ただ竹地デュエリストの血が流れている。しかしメデューサが頭を打ち抜いた。2人目抜いてく。最後マッチキン12対5。リーチが勝った。いやー調子いい。ここまでジュピターが潰されているのは初めて見ます。いやもう僕もサービス当初から見てますけど、これは初めてです。ほころびが出たら黒
執念のショットパワー、レファーだ。ここにもいる。しかし竹杖が返す。マンチキンがキルを取っていく。いや、やばい。4番取った。リオ抜いた。マンチキン挟まれてる。敵残り1秒だ。ここ